砂漠飛びバッタは、バッタ科のバッタ。砂漠渡りバッタ、砂漠バッタ、エジプトツチーナごとも。砂漠飛びバッタは大規模な洪水を引き起こす、世界を代表する渡りバッタの一種として知られている。渡りバッタとは、バッタの中でも、特に何らかの理由で群れをなして、愛変異を起こし、広域に飛翔する。砂漠飛びバッタが、孤独症から群生症に愛変異すると、 黄色に黒色が混じった体色に変化し、体調と比して、羽が長くなる。その名の通り、砂漠及び半砂漠地帯に生息しており、地理的には、サハラ砂漠に位置する西アフリカから、中東、東南アジアにかけて確認されている。通常動機は、世界30カ国ほど、また大発生時には、世界60カ国にわたって、生息。 被害すると言われ、被害や貧困の原因の一つになっている。砂漠飛びバッタは、聖書やコーランにも被害が記載されるほど、古くから恐れられているが、大発生のタイミングは不定期である。国際連合食料農業機関が砂漠飛びバッタ対策専門チームを編成しており、被害に苦しむ各国政府や研究機関と連携しながら、発生状況のモニタリングや、 防除用の殺虫剤の管理、散布トレーニングなどの役割を担っている。しかしながら、愛変異を起こすメカニズムなどは、完全には把握できていない。また、成虫になると1日で 100km を超える、希少能力を有することから、幼虫のうちの防除が慣用であるが、これが、後手に回ると被害が拡大しやすい性質がある。21世紀に入ってからも2003年から2005年、 および2019年から2020年に大発生が確認されている。成虫のオスの体長は40から50ミリメートル、メスの体長は50から60ミリメートルであり、体重は2グラム程度。公害を起こすバッタの中では大型の部類に入る。前肢は半透明で多数の反転があり、後肢はほぼ透明で反転がない。体色は成虫になって直後は ピンク、しばらくすると、バラ色、茶色、オレンジブラウンなどになる。成熟すると、オスはくすんだ黄色、メスは明るい黄色になる。見た目は同じく愛変異を起こす、トノサマバッタに近いものの、退職の変化以外では孤独症と群生症の際は、トノサマバッタほど明確ではない。砂漠飛びバッタ幼虫の愛変異孤独症、群生症拡大写真砂漠飛びバッタの寿命は3から6ヶ月。 一年あたりの世代交代回数は2から5回である。うっきになるまで一匹一匹が別々に暮らしている。うっきになって草が成長するとメスが草地に卵を産む。卵が帰った時に草が餌と隠れ家になるためである。ところが草地が元も々ともと少なかったり、香水量が減って草地が減ったりすると幼虫は残された餌場を求めて集まってくる。 このような集団環境で育ったバッタが産む子の体色は元来の緑ではなく黄色や黒に変化する。この現象は愛変異と呼ばれている。幼虫が成長すると茶色や赤、黄色になる。また、羽に比べて体長が短くなる。さらに、互いを引き寄せるフェロモンを放ち、群れを作るようになる。群れは10から16世代にわたって増加を続け、 一つの群れは最大で1200平方キロメートルを移動し、1平方キロメートルあたりに4000万から8000万匹が含まれている。幼虫と成虫ではフェロモンの種類が異なる。幼虫のフェロモンは互いを引き寄せる働きをするが、成虫が出すフェロモンは方向感覚を狂わせる働きがある。そのため、成虫となった群れは2から3日で崩壊し、 再び一匹一匹に分かれることがある。なお、この性質を利用した防除策も一部の研究者から20世紀中頃に提唱されていたが、その有効性は FAO で否定されており、実際の現場でも利用されていない。第8世紀を除いて、砂漠飛びバッタの分布は、アフリカ大陸のモーリタニアを生誕として、 サハラ砂漠、アラビア半島、インド北部までの1600万平方キロメートルに集中している。エチオピア高原北部のティグレ州やエリトリアで生まれた幼虫は航海沿岸にゆっくりと移動し成長する。気象条件と生活環境によっては群れが世代交代を繰り返しながら移動していくため、北はスペインやロシア、南はナイジェリアやケニア、東はインドや、 西南アジアにまで達する。群れは風に乗って移動するため、移動速度は概ね風速に近い。1日あたりの飛行距離は100から2 0 0トルである。到達高度は最高で、海抜2 0 0 0ルであり、これ以上は気温が低すぎるため登ることができない。そのため、アトラス山脈、ヒンデュークシュ山脈、ヒマラヤ山脈を越えて進むことはできない。また、 西アフリカ南部や中部アフリカの熱帯ウリミア中央、ヨーロッパに進むことはない。一方で、航海を越えてアフリカ大陸からアラビア半島を移動することが可能である。1987年から1989年にかけての大発生の時には、10日間をかけてアフリカ大陸から大西洋を越えてカリブ海にまで到達している。本来、 南アメリカ大陸には砂漠飛びバッタは生息しておらず、アフリカ大陸から約 4000km を無着陸で飛翔したことになる。これは力尽きて海面に落ちた砂漠飛びバッタの死骸がイカダのような役割を果たし、後続の砂漠飛びバッタが死骸の上で休息した可能性が指摘されている。餌を食べる砂漠飛びバッタ砂漠飛びバッタは、 毎日自分の体重と同じ量の緑の植物を食べる。部位は葉、花、皮、茎、果実、種ととはない。農作物、非農作物のいずれも食し農被害としては、当人びえ、米え、とうもろこし、もろこし、砂糖きび、大麦、麺、果樹、夏目やし、野菜、牧草地、アカシア、松、バナナなどが多い。さらには、 バッタからの排泄物が食べ残した食物を腐らせる。砂漠飛びバッタによる農業への被害は、早くも、聖書、コーランに見られる。エチオピア大飢饉に関する古文書にも17世紀の被害が報告されている。20世紀以降では、1926年から1934年、1940年から1948年。 1949年から1963年、1967年から1969年、1987年から1989年、2003年から2005年、2020年などの被害が大きい。西アフリカでの2003年10月から2005年5月の砂漠飛びバッタの大量発生は農業に大打撃を与え、地域の食料安全保障に、 大きな影響を与えた。はじめは、モーリタニア、マリ、ニジェール、スーダンで、それぞれ独立した、小規模の群れが発生した。この後、セネガルのダカールから、モロッコの付近で2日間の異常な大雨が降り、それが原因で6ヶ月にわたって砂漠飛びバッタは、急速に増え続けた。群れは移動で拡散し、20カ国以上、13万、平方キロメートルが被害を受けた。 国際連合食料農業機関の見積もりによると、この対策費は4億ドル以上、農被害は25億ドルに上った。この被害は2005年前半に、降水量が減り、気温が下がることで、ようやく集結した。被害国は、アルジェリア、ブルキナファソ、カナリア諸島、カーボベルデ、チャド、エジプト、エチオピア、ガンビア、ギリシア、ギニア、ギニアビサウ、イスラエル、ヨルダン、 レバノン、リビア、マリ、モーリタニア、モロッコ、ニジェール、サウジアラビア、セネガル、スーダン、シリア、チュニジアであった。エチオピア、ケニア、ソマリアなどの東アフリカで砂漠飛びバッタが大量発生し、食料を不足が懸念されている。ソマリア政府は国家の食料安全保障にとって大きな脅威として国家非常事態を宣言した。 2018年にサイクロンメクヌがアラビア半島のルブアルハリ砂漠に大雨を降らしたことが原因となった。公害は2019年6月に始まり2020年になるまで続いた。しかし5月から10月にかけてバッタの群れは個体数、地理的範囲とも安定的に減少し2020年11月の時点では主にアフリカの角やイエメンで見られる程度になった。 2018年時点、砂漠飛びバッタ駆除の主な方法は、殺虫剤であり、地上からの散布機搭載車用、および空中散布機による殺虫剤散布である。殺虫剤は直接散布が主体であるほか、薬剤の付着した植物の接触によって、バッタに摂取される。殺虫剤は人間にも健康被害を及ぼすため、作業者は全身防護服に身を包んで、 散布作業を実施する。なお、成虫になると長距離を飛翔することから、幼虫のうちに地上で薬剤散布する方が効率性が高い。また空中散布となると、バッタの大群が飛行機のエンジンに絡まって墜落する恐れがあるため、接近しての散布は困難であることから駆除の効率性が落ちる。したがって、早期発見、早期防除が寛容であるが、 アフリカなどの貧国では、紛争や、正常不安といった理由から、早期に、防除の支援が駆けつけられず、被害拡大の一因となっている。また、砂漠飛びバッタの野外生態は研究途上のため、不活発な時間帯の生息分布パターンなどを解析することで、殺虫剤のより効率的な散布方法の研究開発が期待されている。 日本の国際農林水産業研究センターは、モーリタニア国立砂漠飛びバッタ防除センター、フランス国際農業開発センター、メルボルン大学と共同で砂漠飛びバッタの体温を研究して行動予測モデルを構築した。2021年時点ではケニアにおいて人間や車両からでは届かない木の絵などにいるグニエのドローンによる殺虫剤散布。 スマートフォンからの専用アプリで目撃情報を通報してもらう軍の追跡システムといった技術が導入されている。バッタ対策を担当する主要国際機関は国連食糧農業機関の砂漠バッタ情報サービス部門である。ドリスはイタリアのローマに置く本部から状況を毎日監視し、バッタ情報ページで情報を提供している。ドリスは影響を受ける国が実施した。 調査結果を受け取り、この情報を衛星データと組み合わせ、降雨量の推定、季節ごとの気温と降雨量の予測により、現在の状況を評価し、6週間前までに繁殖と移動のタイミング、規模、場所を予測する。状況評価と予測は、1970年代に遡る月間バッタ速報で公開されているが、1990年代、 以降のものは FAO のウェブサイトで入手できる。FAO はまた影響を受ける国に情報を提供し、駆除のトレーニングを行い、対策資金の配分を行う。ドリスはバッタ情報の専門家を養成するプログラムを2000年より開始し、各国から研修生を受け入れている。プログラムに参加するすべての研修生は国家の指定するバッタ情報担当官でなくてはならない。 参加者は多くの場合、自国の砂漠飛びバッタの調査、報告、管理において数年以上の経験を持つ。ありがとうございます。